さあそれでは決勝ですね。まず2スローですね。その後試合が開始されます。西哲平選手の流れるようなフォーム、そして安藤選手ですね、ちょっと内側にひねり込むんですよね。そして地元の山口の、藤田竹島ペアですね。ちょっと竹島選手ですかね。少し彼もタッケンですね。タッケン、多分タッケンだから竹島選手ですね、がもうひねり込む選手ですね。さあコークですね。さあ、コークは西選手が近かった感じですね。さあ、いよいよゲームスタート。あ、失礼しました。藤田竹島ペアの先行です。さあワンブルですね。ワンブルスタートで対する西哲平ですけどね、相変わらず素晴らしいテイクバックとフォロースルー、ナイスアット。さあ竹島選手もひねるし、安藤選手もひねるんですよね。内にひねる。テイクバックが短くて早いんですね。5センチぐらいのテイクバックですね。さすがです。ナイス。あれ優勝、見事に優勝。優勝を逃した3位です。3位、はい、3位なんですね。それは武田君3位やったんで、はい、もうそれに準じた結果を求めようと思いましたけど、いやいやいや、頑張って3位になりました。藤田竹島選手っていうのはどちらの選手ですか。どっち藤田竹島選手、これ、はい、今から投げよう。はい、こっち、これどこですか。 STP って書いてある。激パー、あ、じゃあ山口です。山口ね、うん、うん、湯田温泉のあの辺りです。湯田温泉、うん、日本海側だ。この間、まあここのおぶれですね。あの安倍総理があのプーチン大統領と、あ、そうね、はい、面会っていうか、あのほら、うん、日露首脳会談ね、そう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 、したお膝元の
ところなんで、言ってましたよ、あの道路の規制とかすごかったっつってから、どっちに負けたの？あ、西鉄平負けたね、はい、西鉄平が最後、下がってきたね、はい、はい、僕がしょうもないのを見せました。ダメダメやったね、2人まあワンチャンス上がるよね、うん、100… 百本君がちゃんとね、そのゼロワンに入るときにね、社長、はい、ここね、ちゃんと投げようって言ったんですよ。ちゃんと投げようって言ったんですよ。今までちゃんと投げてなかったんかいって突っ込まれたんけど、これ音割れるってなんで3つあるから、確認して。さあトライまで行きたかったですけどね、うん、さあ51を打つ、ナイスアレンジ、テイクバックがないで、テイクバックないよね、うん、さあ西テップ101は難しくない、まあ、あちょっと、え、何それ、うん、どこ行ったのかな、まあ、ブルーでしょうね、あれ、うん、さっきもブルー、うん、ブルー、あの104もブルー4ブルーでしっかり入れたもんね、だから今はブルー1、ブルー1、うん、行くっちゃろうねと思ったけど、そのファーストブルー外した件が、頑張って、おい、ナイスです、ナイスアウト。さあ西選手が痛恨の、痛恨の、本当痛恨でした、うん、でもね、あのだ WXY のシャツですかね、いかがしてもらえですかね、名前を存じないんですけど、竹、うん、竹島選手、うん、朝からしっかり練習されてましたね、うん、さあ、シックスマスター、腕の振りがいいですね。ノーテイクバックのフォローができる人って俺は尊敬できるんですよね。ノーテイクバックのフォローってそんな難しくない。社長できます？できるできる。社長も。そう。こう貸したとだもんね。いや、でこう持ってきて。いやいやいや、簡単簡単。そう。本当本当本当。一二三って投げればいい。離すタイミングって難しくないですか？いや難しい難しい、ね、難しいけど投げれないことはない、うん、そう投げれないことはない、ちょっと面白いよね、ここセカンドが2人とも打ちひねりだもんね、うん、いやじゃあ 逆にその鉄平のような深いテイクバックを持ったフォローの方が社長は投げづらいんですか？いやいや、深い方が、なんか一定感は出しやすそうよね、うん、腕を曲げるだけの作業、高見君もほらためっていうのがしっかりあるじゃないですか、うんうん、僕もある方なんで、深い方が離すタイミングとかは取りやすいと思う、取りやすいよね、うんうんうん、だから このね、これ構えました、うん、そっからってえい、うんうん、もうぴょぴょっていうのが、ね、だけタイミング合わんかったらやっぱ難しいよね、うんうん、打ちひねりだもんね、2人とも、うん、セカンドは2人とも内側にひねるよね、うんうんうん、やっぱね、昔の社長のイメージをこう考えちゃうと、うん、打ちひねりか外ひねりかって考えちゃうと、うん、どっちですか？いやいやいや、10年前ですよ、やっぱり引きすぎるとひねりやすいよね、ひねってから伸びるタイプですもんね、うん、あ、痛恨や、これ俺たちみたい、これは何すか、あれはね、本当もうこれはオーバーカットせんといかんでしょ、今やき言うけど、もう本当ね、どうしてね、これあのこの新しい機械やけど、いちいちそのほらファーストが何点なんぼとか出らんじゃないですか、あんま実感しようがないとかなんけど、うん、うん、まあまあいささかなスタッツでしたね、うん、ねえ、やばかったな、今日今日何、全然ダメだと、うん、いや、てっぺい立ちの時に最悪、うん、疲れたんじゃない、どうなんですかね、
とりあえず竹本君ワンブルあごめんねごめんねって帰ってきていいよ大丈夫よっつって俺もワンブルで行ってしまって、うん、そう、うんうん、肝心なところ入らんもんね。ああここのミスですね。ダブルスの妙がありますね、うんうん、さあ西選手ここチャンスですね、うん、これイージーと持っとるんですよね、こいつね。ギリですよ、これも。さっきやったら、俺らやったらもう絶対もうナインマークを超えようかぐらいの位置でしょ、ね、さあ、これカットをカットするでしょうね、ええ、やります。あ、うん、ナイス。さあ、カットのみで、うん、さあ17、うん、オープンできるのか。均衡ですよね、均衡、うん、ここ均衡セブンかばしたら負がある、うん、最低でも5いやーオープンオープンまでだもんな、うん、これもどっからいくかよね。で16パスでしょ、うん、竹本選手の最近オープンオープンオープン多いよね。オープンオープン多いです。おこんな攻め方しないですよね。強くね、うん、俺らしなかったね、うん、そう予選でしたかもしれんけど。そしてこれですよ、ね、ベッド、まあね、オープン、うん、オープンっていう攻めが最近主流よね。やっぱり一本でやっぱカットができるけんね、うんうん、まあもうその最初のスタンスでどっちに重きを置いてるかっていうのが相手もそれで読めるもんね、うんうん、あ このタイプなんだなっていう戦略もできるけど、もうノリノリの人間はね何やってもきついですね。うん、ね、うん、カバこれでかいですね。行かずしてカバー、やっぱ3投かかるよね。やっぱあれだけひねってないけど、うん、内巻きのなんか弱点とかってあるじゃないですか、うん、なんか先生も今翔ちゃんがおっしゃった通り3投かかっちゃうっていう。あらあまりなし、からのコーク、ゼロアンって決まってるんですよね。うん、絶対ゼロアンです。はい、はい、マスター、はい、絶対ゼロアンです。ゼロクリゼロなんで、うん、沖縄どうですか、ダーツは盛り上がってますか。人口自体増えてる感じはしますけどね。あ、人口はね、はい、で大会、まあ、小さいと2、300やってもやっぱ定員埋まっちゃう。あ、うん、さあ西選手の先行、体感した感じでは、うん、てっぺがほぼハットですね、うん、ね、うん、トーンスタートがないんじゃないかなと思うぐらい今日は、この子が合ってる、うん、この子があのハッとした率は9割超えてるんじゃないかなと思う。はい、そんなにブル合ってるんだ、うん、ファーストでしょ。とにかくファーストのもうインプレッションが高いから、うん、セカンドプレイヤーのダブルスはもう負けじと行こうと思うけど、ちょっとそこに空回りが出るかなみたいな、それに負けじとつくのがこの人なんですけどね。いやいや、はい、つけなかったかも。なんで僕ら負けたんでしょうね。つけなかったか、2人で優勝かなって感じだけど、ね、いやもう西哲平の手の内で全然分かっとんですけどね、この安藤さんがですね、うん、不思議な仕事をするね、はい、安藤君もね、はい、そこで入れるかいなっていうのをね、かませてくれるけど、
それもクリケね、全部20いったもんね、安藤くん。そうだけど途中でね、もう高本くんにね、ちょっとね、もう気さくしいっすかって、うん、もうこのクリケを落としてもいいけんが、うん、ちょっとしようぜって焦げになったわけだ。こうなった時のてっぺいって、うん、もう盤石すぎません？崩さんってことね、うんうん、本当ひとときの山田を彷彿するぐらいの、うん、もうボル率の高さっていうのは忍びがすごい、うん、この子のダブルスの優勝率って高いんじゃないですか、うんうん、さあテンパイ持っていければナイス。もうね、このいやーもうね、さっき対戦したから言えますけどね、いらんことしてくれるねってさっきノーブルしたやんって、うん、あーちょっとね、やっぱりひねるからね、もうツーちゃんはスリーちゃんでしょ、うん、もう、だからこいつちょっともう北線出ますからね、てっぺいは GQ トリプルからのあ、もう何やったらちょっと24入れて50のアレンジしちゃろうってね、小ゲームになるんですよ、もう自由自在にダーツを操ろうね、ね、俺が導いたったぜみたいなね、うん、ありますね。でもここで諦めずに飛ばしてほしいですね、うん、大丈夫、まだブル打てば次のはハット出せば上がる、テンパイできる。ここですね、そう、安藤さん外して、設定外せば、ある、諦めない。わかった、わかった、まあ、で、だから、ここで、あの数字よりはいいよね、うん、竹島さんですか、うん、で、ここでハット、もしくはもう112以上のアレンジ出せば、設定にプレッシャーかかるんで、頑張れ、頑張れ。来た141だもんな、簡単ではないよね、たらればです、たらればです。ここで、はい、はい、すいません、はい、西安藤ペアがフェニックスカップ山勝ち大会一勝です。ナイスダーツ、はい、さすがです、ナイス、ありがとうございました。ダブルス校舎ですね、ダブルスの校舎。誰が？いやいや、てっぺ、てっぺ、てっぺ、うん、ダブルスうまいんだ。うまいっすね。あー、そうなんだ、ね、いつぞやの、ほんと刺激も上手でしたけどね、まあ、てっぺも上手ですね。そうなんだ、うん、まあ、てっぺね、安定したダーツで、うん、あのブルはまず外さない、外さない、ね、ファーストのラウンドのハットリズムは多分上がりをしくったけど、ね、でも今日1位じゃないですか、確実なハットをしてましたね、確実に、うん、いやらしかです、まあ、自由自在にダーツを操る男ですからね、はい、はいはい、ということで今の優勝者をじゃあお呼びしますか、うん、まず先にあれですか、表彰ですね、じゃあ表彰の後に先に、うん、僕ら何を隠そうかっていうか悲しいかな、今から3位決定戦を、ああ3位決定戦、ああじゃあ頑張ってください、いや僕ら、まあ、マックスダブルスは僕と田村君は3位なんですよ、3位、うん、はい、で今からシングルのプレミアシングルの3位決定戦が、決勝は誰と誰、プレミアシングル決勝はね、上原君と、そう、広島の上原君と翔太、おお、注ぎ翔太面白いな、はい、っていうことはどっちが注ぎ君に負けたの、こっち、いや違うし、俺いや上原君待ちましちゃったよ、そうで、ね、上原君がねやる前にね、俺ね竹本君にあんまり負けてないですからみたいなこと言って、もうトンパチスタートもうねすぐ、じゃあぜひ今からじゃあ3位決定戦、そう、悲しいかな、ペアで3位決定戦をですね、いやいや一番やりたくないの、はい、昨日3位、今日もうマックス3位、はい、プレミアも3位かどうか、3位じゃない、いやいやまさかの俺が、まあ、勝つかもね、勝てば3位4位3位4位頑張ってください、いやいや、はい、頑張ります、はい、じゃあスタンバイしてください、はい、